回スポーツチャンバラ講座始めます。イエーイ。足幅で立ちます。最初は難しいんですけど、後ろの足をちょっとだけ浮かせます。こんな感じで足の指の付け根ら辺で力を入れて立てるように。でかかとはちょっと浮かせます。前足はそのままペタッてペタ足で大丈夫です。はい、髪については、横から見るとこんな感じ。剣と顔はこっちを向いているんですけど、体は斜め45度から見てまっすぐ見える位置になります。この姿勢が基本なので、始めたばっかの人は最初は打つ前に絶対に半身を取れてるか自分で確認してから打つ。でもう一回打つ時も半身を確認してから打つっていう風にして、習慣づけていくことで半身が自然に取れるようになると思います。やってみてください、はい、やってみてください。剣道の経験者とかは足が後ろ足が斜めじゃなくてまっすぐ向いて、体もまっすぐ向いちゃう。確かに。で構えも普通にもう左手がないバージョンの剣道の構えで、はい、公園で やってる人が多い。まっすぐじゃなくて半身をすることで、やっぱ自分が打つ時も打ちやすく、本当にすごく打ちやすくなるので、絶対に半身を取るようにしてください。正中線がずれるんですよね、半身だと。鏡があれば鏡を見ながら絶対にやった方が多分分かりやすく、こう剣がまっすぐになってるかとか、自分の体がまっすぐ向いてないでちゃんと斜め45度向けるかとか、足の向きがちゃんとまっすぐ向いて後ろ足はちゃんと浮いてて45度向いてるかっていうのをセルフチェックできると思うので、鏡を絶対に見て最初はやってみましょう。立ち方について説明します。まず立ち方、足の幅、みんな最初は狭くなったりとか、力入れすぎて大きく構えちゃったりとかあると思うんですけど、基本は後ろの足を1ぐらいかな、3センチぐらい浮かせます。で、つま先の方の力だけで立つっていう解説をしたと思うんですけど、そこから前への出方を説明します。みんな最初の方、始めたての人がよくやっちゃうのは、前に出すぎになっちゃうか、腰だけ折って後ろになっちゃって、あまり距離が伸びない位置になってしまいます。なのでチャンバラでは腰を入れて前にパッて出れるようにしたいんですけれど、そのためには後ろ足の力を使ってつま先の方と、あとふくらはぎの力で腰を前に出す。
曲げるんじゃなくて腰は前に出す。でそれに足がくっついてくる。で最初は打つとこういう打ち方だったのがこういう打ち方になってちょっと距離が伸びるようになります。一本一本大事にやっていきましょう。以上です。